寺島じめすがお送りします。今回は直接和法と間接和法という、一回は聞いたことがあるんじゃないかなという、果たしてこんなことをやって意味があるんでしょうかと思っている、皆さんが思っている直接和法と間接和法について、意味があるのかないのかっていう話をしてみたいと思います。これね、ひどい問題あるんだ。中間試験で。 高校2年生ぐらいで、次の直接和法で書かれている文を間接和法に書き換えよう。もうさ、あの、ネイティブスピーカーでもきっとできないよね。そんなこと言われてもね。何をもって間接和法で、何をもって直接和法か、えー。どうしてこういうめんどくさい言葉を使うんでしょうかね、えー。もうちょっと話を分かりやすくしてあげればいいのね。 で、そしてこの直接話法という形、あの言い方と、えー、間接話法という言い方を置いといて、このことに対して意味があるのかないのかっていう話をちょっとまあしてみたいと思うんですけど、ちょっと想像してください。ここにですね、えっ、ー、と、子供が2人いると思ってください。ね。で、えっ、ー、と、幼稚園児、2人だと思ってください。幼稚園児。で、ここは幼稚園です。 で、幼稚園でこの二人がですね、えー、お話をしてたんです。そしたらですね、どっちにしようかな。じゃあ、こっちが悪者なのかな。えっ、ー、と、こっちの子がこっちの子に、あの、話を分かりやすくするために、えっ、ー、と、簡単な英語にしますね。y o u stupid.You are stupid. ね。えー、stupid ってね、バカって意味ですよね、えー。お前はバカなのか ねえ、もっと、だから、あの、強い言葉なんだけど、ちょっとあの、放送上あんまり言いにくいんだけど、ね、ばーっかみたいな感じでね、こう言ったとします。左の子が右の子に。ねで、すごく悲しい気も、嫌な気持ちになったとします。ねで、喧嘩したかどうかは知りませんけど、まあ、嫌な気持ちになったとします。さて、で、この言われた側ですね。この言われた人がですね、3時間後ぐらいにお家に帰って、この人お家帰りますよ。 お家に帰って、そのことを自分のお母さんに伝えると想像してください。これお母さんね。お母さんに今日あった嫌なことをね、伝えるんですよ。これやでしょ、ね、百人社会。いいですかこの、you are stupid って言われた、you are stupid って言われたことをね、家に帰って、えー、3時間後、4時間後にお母さんに伝えるんですよ。 その時、もう一回言いますよ。幼稚園児ですよ。ね。プリ c スコー、幼稚園児ですよ。そんなに、ネイティブスピーカーだろうが、なんだろうが、そんなに英語力ないですよ。この子が男の子だとします。そしたら、こう言うでしょう。まあ、絶対だとは言わないけど。ね。まあ、正直言うとね、あの、ほとんど、 ファーストネーム、first name, first name で呼び合うので、小学、あの、幼稚園生、小学生、中学生、高校って。えー、なので、実際にはこういう時は、えっ、ー、と、名前実際出すと、あれだけど、ジャスティン君がもし言うんだら、ジャスティンが言う、ジャスティンサあるみたいな感じで、えー、えー、リアムサあるみたいな感じで、リアムが言ったんだけどさってう、あんまりヒーとかシーとか言わないんだよね。えー、そのこの名前をファーストネームで言うんですよ。うんと、なんなら、えっ、ー、と、私の経験だと、 えっと、アメリカにいた時に出会った日本人の、あの、まあ、LA とかに、あのい、いたので、結構日本人 LA いっぱい,いあの、いるので、LA のニュー、あの、LA に日本人っていっぱいいるので、なんならほら、あれがあるじゃん。えっ、ー、と、ね、日本の、えー、いわゆるその、中華街みたいな感じの日本版みたいなね、えー、そういう、えー、ところもあったりするので、まあ、日本人が多いわけですよ。で、 そこで出会った日本人の人たちの名字、俺一人も知らないからね。あの、それから何年も経って日本に帰ってきたんだとかで連絡は取ってるんだけど、連絡は取ってるよ。未だに連絡取ってるけど、名古屋に住んだ人とか一人います。ね。もう名前出しますけど、康二って言うんですよ。だけど、何康二だっけってもう、名字を聞いてないんですよ。 それぐらいアメリカでは基本的にファーストネームで呼び合うっていうのがまあ当たり前すぎるので、名字知らないねっていうのは結構当たり前に起きますね。でですね。だからまあこれ本当は非とかじゃないんですけどまあいいでしょで、彼は言ったんだと。でね。あ、ちなみにさっきのあの、LA にあるのはリトル東京っていうところです。リトル東京っていうところがあって、そのリトル東京っていうところが、ちょっとだけ話していいあの、 中華街みたいな感じでって言ったんですけど、LA に行きました。ねえー、日本のものが寂しくなったら場合ですね。リトル東京ってところに行ってみてください。あの、有名すぎるので普通にググれば出ると思うんですけど、まあ、僕も行きましたけど、納豆売ってるし、ねえー、普通にお店とかあるんですけど、もう普通の日本ですよ。もう日本ですよ。ねえー、お米も、えー、納豆もその日本的なものがね、えー、あるんですよ。でね、もう、 その横にはですね、もちろんお寿司屋さんとかもあるんですけど、お蕎麦屋さんがあるんですよ。ね。今、今ちょっとつぶ、あの、まだあるかどうかわからないんだけど、お蕎麦屋さんがあってですね、このお蕎麦屋さんがまたね、日本風なの。横にガラガラガラって開けてね、で、おばちゃんがいて、日本人のおばちゃんがね、いらっしゃいっていうの。まあ最初の、最初からアメリカなのに <laughs>、ね、いらっしゃいって,ってもう、あの、日本人が来てもアメリカ人が来ても大学来てもそうなの。で、普通の日本のお蕎麦が食べられるの。ザル蕎麦とか、普通に。 の、もう日本、まさに日本のザルそばみたいな感じの、が食べられる。えー、まあ、い、その、あの、DVD 店みたいなのもあるんだけど、それも、なんか日本の番組とかのやつをこう収録したやつとか、今はさ、ネットでも見れるんだけど、そういうのもあったりして、とにかくその辺、もうほぼ日本なの。だから寂しくなったらですね、<laughs> そのリトル東京に行ってみてください。ああ、なんか、そういう話してると色々言いたくなるんですけど。あの、もう一つ、えっと、スープランテージ、これ出るのかな スープランテーションっていうお店があります。検索して出るかどうかちょっとわかんないです。えっ、ー、と、LA、スープランテーション、食事とかでちょっとなんか検索したら出るかもしれないですけど、これスープとプランテーション、野菜のお店なんですけど、えー、めちゃめちゃ美味しいです。あの、スープがすごい何種類か選べてですね、で、野菜がもう新鮮な野菜がいっぱいこうサラダ感覚でこう、感覚じゃない、サラダにして食べるんですけど、で、パンとかあの、な、えー、すごいもう何回も行きましたけど、僕。 えー、スープアンテーションってね、えっ、ー、と、LA からそんなに遠くないかったと記憶してるんですけど、まあ、ちょっとそこまで、あの、場所をどこだと特定しろと言われたらちょっと微妙なんですけど、スープアンテーションは5、6回行きましたね。と,とてもいいですね。あとは、デルアモム、<laughs> デルアモショッピングセンター。これはちょっとディレクターやってくんないデルアモショッピングセンターって検索してくんない出るちょっとやってみて。携帯でさ、デルアモショッピングモールかな。デルアモショッピングセンターみたいな。 デルアモショッピング。でない ?LA にあるショッピングセンターですみたいな。なん、正式名称何デルアモ、デルアモセンター。センターあ、ファッションセンターが正式ですからデルアモファッションセンターだそうですけど、これはね、面白いよ。えー、いわゆる、その、なんだろうね。日本でいうところの、日本でいうところのなんていうのこう、 うわぁ、超出てこない。ほら、いろいろ、御殿場とかにもあるやつ。アウトレットの、なんつうけ。<laughs> いやいやいやそれもそう,そう、俺が間違えた。御殿場とかにあるのはアウトレットだよね。じゃなくて、なんか、なんか、商業施設がわーってなってる感じ。わかるかななんかさ、神奈川県の横須賀とかだとさ、あの、ボーリングもあって、えー、で、スポーツも楽しめるけど、えっ、ー、と、そういうのいいのか、ショッピングセンターでいいのか。 なんかよくわかんねえや。<laughs> とにかく、それを、そんな感じなんですけど、いろんな店が入ってるんですけど、あの、デルアモファッションセンターが正式だっけね。あのね、多分だけど、7日間でも回れないと思う。でかすぎて。めちゃめちゃでかいの。で、私もそこで買い物とかよくしたんですけど、言うて、まあ、知ってる店に直行するしかないよね、みたいな。ああ、あの感じがいいな、あの、 横浜の、えっ、ー、と、ランドマークタワーの、えー、ランドマークプラザ。なんかいろいろ店がわーってなってたりするじゃん。あんなイメージのところの超でかい版。えー、デルワモファッションセンター。えー、だっけ <laughs> えっと、ぜひ行ってみてください。えー、確かトーレンスにあるんじゃなかったかなあの、トーレンスね。トーレンスとトーランスはどっちでもいいんですけど、えー、場所的にはその辺にあったと思うんですけど。まあ、自己自身で調べてください。さあ、えー、話戻します。 幼稚園児が幼稚園でばーかって言われました。すごい嫌な思いをしました。で、お母さんにそのことを伝えるんです。伝えてみますよ。あの子が言ったんだよ。なんて言ったのそしたら、この子の頭の中では、はい、こう大事ね。2時間前に言われたこの状況とフレーズを思い出すんですよ。思い出して、あ、こういうふうに言われたな。うん。そういうふうに、この言われたのをそのままお母さんにパッと伝えるんですよ。こうやって。そうでしょね。 あの子が言ったんだよ。なんて言ったの ?you are stupid! って言ったんだよ。ほんとムカつくみたいな、ダメってみたいなことでしょね、えー、この、クーテーションマークって言うんだけど、ちょんちょんマークがついている文章のことを、直接和法って言う。ね、こんな言葉、どうでもいいんだよ。ちょんちょんマークがついてるの書き直してほしいね、全部の参考書をね。<laughs> 直接和法ってのは、このちょんちょんがついてるやつのセリフのことです。さあ。 では考えてみてください。もしですね、この状況を一変させますよ。ここが会社です。こっちが60歳の専務です。こっちが55歳の、どうしようかな。専務のちょっとした部長です。ね。これ専務と部長の関係性です。で、専務が本当に言葉悪いんですね。言葉が悪くて、ね。えー、60歳と55歳ですよ。55歳が60歳に怒られるんですよ。ね。何やってんだよ、もう。You're stupid! って言われたとするじゃないですか。 ね、まあ普通そういうことは言わないと思いますけど、ね。言って、はい、戻りますよ。この55歳の人がビヨーン、お家に帰りました。ね。お家に帰って55歳の人がまさかママが、ママには報告しないと思うので、えっ、ー、と、55歳の人が、奥さんに、ね。そもそも仕事の話を家でするかしないか問題ってもあるんですけど、まあ置いといて。奥さんになんかさ、上司がさ、ね。 もう俺のことバカとか言って、本当さ、って言おうとします。その時にさ、こんなダサい言い方すると思う上司は言った。You are stupid. お前はバカだ。と言った。ってやらないで、きっとこう言うよね。ちょんちょんマーク言わないよね。状況を説明するから、ねえー、あの上司が言ったんだよ。なんて言ったの俺のことを、 しかも、いつの話なの昔の話だから、昔の話で。ねスチューピットだって言ったんだよねって、ほら、ちょんちょんマーク消えたじゃん。これを高校生にこう教えてるんだよ。あ、ちなみにこの、ちょんちょんマーク消えた下の方が、関節和法って言うんですよ。それを高校生には、直接和法を関節和法に書き換えろ。つまり、上の文章を下の文章に書き換えろ。ね、えー、つまり、彼は言った。お前はバカか。それを、 私のことをバカだと言った。言ったのは過去だから過去形。<laughs> 意味ある書くよ。上の英語が子供英語。こっちが子供英語で、状況をちゃんと理解して、例えばさ、ここ、ちょっとこ,こっちな。こっちで here、ここって言った場合さ、説明するときは there、あそこに変わるじゃん。 みたいな状況を考えて頭の中で言い換えるバージョン。こっち大人英語。ね。ちょんちょんマークを使ってるようだと、まだまだ英語として子供。ね。え、ちょんちょんマークを外して説明的にできる方。えー、だからこういうふうドじゃなくてもいいんですよ。He told とかなんかいろんな言い方、told me that とかいろんな言い方あるよ。一例を出しただけですよ。無事。 っていうふうに、you だったのは愛にもちろん変わるだろうし、ね、uh,、えー、here だったのは t h e r e にね、こ要するにここでさ、ここでお前は何をしてるんだ、here、ここでは、まあ、後から見たら t h e r e そこでになるしっていう、その、頭の中の書き換え子供英語から大人英語。題名そうせないじゃんね。子供英語を大人英語に書き換えるだったらまだまだよね。さて、じゃあ、 その、えー、高校でやってるやつが必要か必要じゃないかって話なんですけど、必要ではありません。<laughs> いらないだろう <laughs> いちいちこれを書き換えて、あ、言うだから愛、はい。ね。え必要はないと思います。ね。テストに出す必要はないと思います。ただですね、一つ言いたいのは、一生これで喋っていられるダサい。子供すぎ。ね,いやいやいいですね。幼稚に聞こえるの。だから、これで喋る練習はした方がいいと思う。 だからといって、これをこれに変える練習はしなくていいけど、ね。だって、答え一個じゃないもん。ね。状況的に、このちょんちょんマークを外せるような練習を積み重ねていくと、えー、あなたの英語力はインプルーブしていく、えー、アップしていくっていうふうに考えられるので、えー、そういった意味で、この直接和法と間接和法というのはカリキュラムの中に入ってるというふうに思ってください。t ル a アをフ l ー be o f o r t e 今日はちょっと、えっ、ー、と、 一見文法に見えてめっちゃ英会話教室みたいなことをやりましたけども、あとは、えっ、ー、と、2プランテーションとかぜひ、もし、まだ残ってたら行ってみてくださいね。えー、ということで、ここまでのワイトは寺島よしきでした。See you. 本日もお疲れ様でした。えっ、ー、と、ちょっとエンディングなんですけどね。エンディングはですね。 この表現をぜひ皆さんに覚えてほしいのと、そして皆さんにお伝えしたいなというのがエンディングでございます。読んでみましょうか。The infinite possibilities are just at your fingertips。どんな意味でしょうかというのをちょっと考えてみましょう。えー、まずですね、その前に。The infinite possibilities are just at 単語の最後が t で終わっている。寺島の t, t ね。手の t ね。単語の最後が t で終わっていると、 その t 発音しないのでこれ are just at じゃなくて are just at your わかる just at your just at your この t 言ってないよねってことで are just at your finger ここは単語の途中の t だから発音して fingertips って。っていうことです。まず発音はね。さて、意味はどんな意味でしょうか ?infinite possibilities ですね。無限の可能性って意味です。えー、infinite。とりあえずここね。無限の可能性。 無限の可能性があなたのフィンガーってどこフィンガー指でしょ、えー、フィンガー指のティップスって何先っぽ指先。いいですか無限の可能性がですね、あなたの体だけじゃなくて、えー、こ,のこの真ん中辺だけじゃなくて、えー、なんとですね、この辺だけじゃなくてですね、なんとこの手を伸ばしたはい、全部移して私をこの指のここの先ここ。ここまで無限 の可能性があるんですここにあるんですよ。ここにあるんですよ。ここに。ここに無限の可能性があるんですよ。ここにね、だから頭から顔から下から全部ここまで行って、すべてのこの指先まで全部ある。全部あるって言ってんのこれ。だから訳すときは無限の可能性があなたには広がっているというわけですよ。それを The infinite possibilities are just at your fingertips. テロップ入れといて、無限の可能性があなたには広がっている、ね。あなたの指の先にまである。ぜひ覚えてほしいと思います。今日もお疲れ様でした。